カードマジックをご覧いただきましょう。こちらに一組のカードがあります。ではこちらのカードの中からお客様に1枚裏向きでカードを選んでいただきたいと思います。ではこちらのサインカードを使って不思議なことをしてみましょう。しっかりと乾かしたらデッキの中ごろに入れておきます。今一番上も違いますし、一番下も違います。アイランドどっかに入ってますが、おまじないをすると、ちゃんと一番上に上がってきてしまいます。でもう一度やってみましょう。こちらのカードを中ごろに入れておきます。おまじないをすると、ちゃんと再び一番上に上がってきてしまいます。今日はさらに特殊なカードを1枚使って、やってみましょう。こちらに窓付きのカードがあります。一部にしっかりと穴が開いています。見えますね。このカードを1番目に載せておきます。この状態で、もう一度、このお客様のサインカードを中に入れますが、今度はなんとこちら表向きのまま真ん中あたりに差し込んでおきます。というわけですね。窓が開いていますから、当然一番上でもありませんし、一番下でもありません。真ん中のどこかに入っています。ではこの一番上のカード、窓付きのカードと一緒に持ち上げます。ではよくご覧ください。1、2、3、なんと一瞬でサインカード、しかも表向きで払われます。それではカードマジックをご覧いただきましょう。こちら一組のカードを使います。ではカードを弾いていきますから、お好きなタイミングでストップをお願いいたします。ここでいいですか。分けていきましょう。こちらの窓付きのカードを使います。このように一箇所に窓が開いています。このカードと、あとはお客様がストップをかけたところのカード、こちらのカードを使います。選んでいただいたのはハートの10ですね。ではこの窓付きのカードと一緒にこのように揃えて持っておきます。こんな感じですね。窓から見えているのしっかり確認してください。ではおまじないをかけます。1、2、3、なんと裏の色が青く変化してしまいます。もちろんこのカードはサイン入りのハートの10、これで間違いありません。